めきた、クレーンゲーム動画配信、毎日ゆっくりクレゲ実況。今日も大手ゲームセンターの釣り上げ台で、そうめんを狙います。昨日と同じ台でリベンジか。取り方はもうわかったから、あとはフックを引っ掛けるんだけね。確かに運要素は強いけど、網の目の十字の部分に上からフックを下ろせば、引っ掛かる確率も上がると思うぞ。狙えたらいいけど、難しくない?横移動を網の目の縦のラインに合わせれば、チェーンが縦に揺れた時に十字のところにかかりやすいぞ。まさかの200円でゲット。